週の半ばの花嵐にも耐えた儚き桜もこの日を待ち望んでいました。今年もここから始まる3歳クラシック競走第83回桜花賞18頭の本馬場入場です。まず登場世代最初の重賞ウィナーブトンドール、新パートナー池添健一を迎え一発を狙います。そして注目、人馬に託すファンの期待は圧倒的人気に表れています。2歳女王襲名から4ヶ月、満を持しての今年初戦、桜の女王候補筆頭リバティアイランドと川田優雅。国内にわずか6頭しかいないディープインパクト3区最後の世代ライトクォンタム、今年も弟幸四郎調教師と挑みます。世界で唯一ディープの背を知る武豊。これまで5戦すべて3着以内の堅実派ドゥアイズ、勝って知ったる吉田隼人と女王を見据えてもう一押しです。出世レースクイーンカップを制したハーパー、父ハーツクライの主戦騎手クリストフルメールと親子2代のジャイアントキリングを目指します。希望通りの内枠ゲットはスピード自慢のモズメイメイ、新コンビ和田龍二を手にあっと言わせます。阪神外回りでさらに魅力が増しそうな決め手の鋭さ、コンクシェルと丸山元気。さあこちらはコンクシェルです。8番メンバー唯一の重賞2勝馬が胸を張っての参戦です。さらに羽ばたく時は来た北ウイングと杉原誠。ここ2戦強さ際立つも悔しい2着、コナコースとは鮫島勝馬のエスコートです。さあそして続いては13番です。消化不良のここ2戦、3戦連続の阪神マイルで今度こそ一度使って状態アップは確実、ドゥーラと戸崎啓太です。後方一気から一転進化を見せた前走フィリーズレビュー、名残の桜に勝利の歌声響かせてシングザットソングと岩田未来。そして14番年度代表馬の兄エフフォーリアの夢が散ったここ仁川から、誇りを胸に妹フェリファーニアが挑みます。思いは一つ、横山武史と共に。底知れぬ魅力はこの馬にも、運を引き寄せ出走かなった G1 2着馬新緑化吉田豊と集中力を高めます。父ジャスタウェイ譲りの伸び足武器にジューンオレンジと富田暁が G1 タイトルをもぎ取ります。そして16番控えてよし前でもよし、自在性が持ち味のムーンプローブは北村雄一の手綱です。名前の由来は大きな鳥ではありません。フランス語で感動したの意味を持つエミュー、鞍上は松山光平。秘めるポテンシャルはメンバー屈指、タイトルダッシュでライバルに肩を並べる素質馬ラベルと酒井隆成です。そして18番レースのうまさはセンスの証、3連勝の勢いそのままに当選ローリエ横山和夫が導きます。以上18頭の本馬場入場でした。